咲田京平は、日本の政治家。前宮崎県日南市長。宮崎県日南市出身。日南市立吉の方、小学校、日南市立帯中学校、宮崎第一高等学校卒業。2003年3月、九州大学工学部エネルギー科学科卒業。大学時代は、ボランティアサークルに所属し、福岡県立原井町にある児童養護施設で、 子供たちに勉強を教えるなどの活動をしていた。その中で、どんな家庭に生まれても、同じスタートラインに立つことができる、社会づくりをしなければならないを感じ、政治家を志した。2004年4月、宮崎県庁に入庁。厚生労働省に1年間派遣。出向期間に、日南市長選挙に立候補を決めた。2012年8月、県庁を退職。 2013年4月14日執行の日南市長選挙に無所属で出馬。現職の谷口義行前宮崎県議の富山守ら二人の候補者を破り、初当選。2017年、会社経営者の新人を破り再選。2020年10月12日、次期市長選挙の不出馬を表明した。日南市が行っているクルーズ船誘致による観光振興策は、 2016年9月に行われた安倍晋三首相の所信表明演説の中でも紹介され全国的にも大きな注目を集めた。JAL と組んで世界の100万人以上に Facebook で観光 PR を展開したり、有給スペースを対釈するウェブサイトで視聴室を時間合しできるような企画を立てたりするなど独自の取り組みを多数行った。日南市の魅力を市外に発信し、 市内雇用の拡大を目指すために、マーケティング専門館を設置。地場産品の市場開拓や、新しい企業の誘致に取り組んでいる。田治下智樹は、市街地の日南市、テクノセンター内に、インキュベーション室を、歴史的な油津やカレンガ館に仕事ができる、オープンスペース、コワーキングスペースを設置するなどの環境整備を行っている。2013年月、 油津商店街の活性化を目的として、テナントミックスサポートマネージャーを設置した。全国から333名の応募があり、テナントミックスサポートマネージャーには、日南市に住みながら、油津商店街に4カ年で20店舗を誘致するというノルマが示されており、委託費が市長報酬よりも高額となる月90万円という公募内容でも話題になった。 2014年2月、画像に面白、コメントをつけて楽しむサイト、ボケテ、とコラボレーションを行った。日南市のゆるキャラ、日南者様や、特産品、観光名所等を同サービスのお題にすることで、日南市を PR。クルージングやカツオなど、日南市にゆかりのあるものを景品とした。2014年4月、日南の地域資源である、 おびすぎを世界に PR するためにクラウドファンディングを行った。212人からの支援で325万円集め、ニューヨークギフト昇進室を行った。2015年1月、在宅で仕事を行うクラウドソーシングを推進するために、クラウドワークスと共同し、就労支援プロジェクトを行った。広島東洋カープの春季キャンプ地となっている日南市では、 カープのセリーグ優勝に合わせて咲きたが、カープのユニフォームを着て TBS で放送されたドラマ、逃げるは恥だが役に立つの作中で使われている恋ダンスを踊る様子を YouTube に投稿した。動画は選手のバットなどを展示する市内の油塚カープ館などで撮影され、日南市を PR するものとなっている。2016年8月にはライオンと協定を結び、 家庭内の家事シェアで、夫婦ともに働きやすく、子育てしやすい都市を目指すことによって、女性の就業促進効果、世帯収入の増加、出生率への効果を図った。2018年11月、ロージスタ株式会社と協定を結び、誰にでも起こりうる産後の危機を乗り越え、子どもたちにより良い家庭環境を作り出してゆける、夫婦で溢れる街を目指す取り組みを行うと発表した。 2018年3月、株式会社、ライフルと協定を結び、地域の担い手を巻き込み、家財整理及び廃材、小道具を活用するリユース等を推進し、空き家の放置を防ぎ、空き家が活用されやすい仕組みの構築を目指す取り組みを行うと発表した。2018年10月、帯ならではの武家屋敷や自然風景をステージにした、アート展示や、食のイベント、音楽祭、 マルシェなどが行われた。2019年1月、株式会社、ブルーイジェンシーと協定を結び、ウェブ面接を活用した、日南市への移住促進と、市内企業の人材確保を行った。福岡在住の男性4人組が、日南市に移住し、企業に向け活動中である。2019年2月、株式会社、青家と共同でバスを改装した居住施設、 バスハウスの実証実験を実施。二児の父である咲田は、男性が残業を控えていく時に、積極的に参加する、ユーパパ運動の呼びかけを行い、宮崎県知事と県内25市町村長とともに、子育てに理解のある上司となる、イクボス宣言をした。2016年12月30日、出張先の大分市から、インスタントメッセンジャー、 ラインでインフルエンザで療養していた市役所の女性職員に宛てた指摘メッセージを誤って複数の職員からなるライングループに送った。メッセージはエリと会いたかったな夫婦ダブルハートマークであった。一斉にメンバーを退会させるも受信相手の誰かがこの画像をインターネット上に投稿。履歴画像が2017年2月上旬、インターネット上に流出した。 市の公式フェイスブックに批判や事実説明を求める書き込みがあったり、市役所に同様の電話があったことから、咲田は市議会の懇談会で経緯を説明し、市議会や市民には心配、ご迷惑をかけ申し訳ないと謝罪した。また、取材に不適切な関係ではない。セクハラ、パワハラでもないと述べたが、 そもそも女性職員が否定せざるを得ない状況がすでにパワハラであるとの指摘も上がっている。先田は初当選直後の2013年6月、建設課長だった田中敏郎を副市長に選任。2021年1月19日、宮崎県警は、完成談合防止法違反などの疑いで、田中と日南地区建設業協会長で、小野建設社長の小野工事を逮捕した。 田中は2020年10月9日、市役所であった諏和田線道路改良工事の指名競争入札で、小野からの依頼に基づき特定の業者を指名業者から排除した上、予定価格の391万2728円に近い額で別の業者に入札させ落札させた疑いがある。落札率は98.4%。逮捕日の2021年1月19日、 市議会は全員協議会を開き、咲田に詳しい説明を求めたが、咲田は詳細は聞いてないと答えた。3月18日、市議会は本会議にて、咲田の任命責任を問う問責決議案の採決を行い、可否同数となり、議長採決で可決した。ありがとうございます。